皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年2月28日、14時2分、昨日ニュースウォッチ9で、議員の方が今のままなら行かせますっていうことで、今日かなと思って、一応ある程度は、構えていたんですけども、やっぱり睡眠不足で、あとリュックが、まだ届いてなくてですね、最近ちょっとリュックが壊れまして、ファスナー閉めても勝手に開いてパソコンとか落ちてくると、出てくると、そういうふうな形になってしまいまして、明日、到着するんですけども、で今日もしんどすぎて、倒れ込んでたんですけども、もう一度布団を引いて、一回家の中を掃除したと。ちょっといろいろ、有料の、動画関係とか番組、インターネット関係とかのものを会社名、どこがアメリカだとか、どこが日本だとか、そういったものをいろいろメモしたりしていたんですけども、パソコンの電源を、Wi-Fi 類に関してですかね、 iPad とパソコン両方ともオフにしたら晴山整骨院から人がいなくなったんですかね、ちょっとその辺よくわからないんですけども、廊下誰か通って、で外出てみたんですけども、見当たらなくて、その方法だと春とかだいぶ越えてから、ここ廊下の窓を開けさせてもらわなかったら、で、ゆっくり歩いてもらわなかったら、まず顔が認識できないと、僕はずっとここで待ち構えておかなきゃなんない。で、今度それしたら下で、今度、会えなかったような気もするんですけどね、昔以前。そうじゃありませんでしたっけ？一応ちょっと前に歩いてっていうような声が聞こえてきたんですけども、今誰か部屋から出てきましたね。一応ちょっと、わかんないですよ。209から出てきた人がダミーで、他の部屋に入り込んでる可能性とかもあるから、もうわかんない。これ、外に出てきた人、今誰かいたとしても、その人が、廊下歩いた人かどうかわからない。一応、男性の声で歩いてっていう声は聞こえてきたんですけども、その時に、特に家の外に出る予定もなくて、隣の奥田さんでしたね、さっき。だから、これね、もう、きりないと思うんですよ。それ、廊下誰か歩いて行ったとしても、その後ここの住宅の中入らないで、中央の階段から降りて、どっかその辺ね、家とかに隠れたりだとか、いろいろあるでしょ、方法なんて。もう、なんていうんですかね、来たのか来てないのかよくわかんない、この状況。昨日の場に関して、夜中、とある夢を見てですね、あんまりその夢ではないと、どちらかというとっていう、悪夢に近いような、ちょっと後から目覚めが悪いというか、夜中の3時半くらいですから、もう一回寝直さなきゃなんない時間帯だったんですけども、その後もなかなかちょっと寝つけなくて、今日も大変ですね。晴れてるのは晴れてるんですけどね。で、これね、ついついこう思ってしまうんですけど、誰か僕の睡眠とってませんかっていう部分。その辺のところで、普通に方法がいいんじゃないですかって僕は思ったりとかするんですけど、とにもかくにも、しんどいです。今日、頭回らないから、本当はね、今日パソコンで、法律名とか、ワードにいろいろ書き込んだりしようかなと思ってたんですよ。だけども、ちょっとね、頭回らなくて、本当に大変で。
まあ、明日になったらリュックは届くんですけども、まあ、とりあえず動きにくいカバンに、パソコンとりあえず入るんは入るからそれに入れといて、外出るとしたら出ようかなとは思っています。またもうちょっと遊ばないで頑張ろうと思っていますけども、これで誰か会えます。まあ、昨日もね、夕方過ぎまで遊んでない状態で、で、まあ、富永神経クリニック行って、まあ、睡眠薬もらいに行って、で、帰ってきて、で、誰とも会わずということで、何なんでしょうね、もう僕どうしたらいいんでしょう。以上です。